さて、当選者は萌え所に集合とのことでしたが、皆さんも集まっています。あら、キリエさん、お面は？今回は慰安旅行ですからね、少し開放的にしてみようかと思いまして。楽しい旅行にしようね。日本の文化にはそこまで詳しくない、案内を頼む。おーい、待たせたな。え、どうして浅見さんが？ムーアから聞いているだろ、この温泉旅行の主催者が私だって。さあ急ぐぞ、車に乗り込め。ニーナさん、どうしたの？姉さんや妹たちに楽しい思い出話を持って帰れるといいなって。うわあ、浅見さんが死んでる。殺人事件。